イギリスの映画監督、脚本家。ハートフォードシャー州、ハットフィールド出身。順番尺の尺位を持つマイケル・レイトンの次息子であり、イングランド王エドワード一世の末裔にあたる。にもかかわらず、コックニーで喋るため、モックニーとの指摘がされている。子供の頃を見た、明日に向かって打て、に影響を受けて、映画監督を目指すようになったという。15歳で学校を辞め、 映画学校には行かず雑用係として映画スタジオで働くようになる。映画スタジオに働き出してすぐにその才能を発揮しコマーシャルやミュージックビデオを手掛けるようになる。1995年に初めての短編映画ザ・ハード・ケースを制作。続いて監督した群像劇、ロック、ストックトゥースモーキング・バレルズがヒット、注目されるようになる。 英国の映画興行収入では第1位を獲得。続くスナッチでも賞賛を浴びた。いずれも緻密な脚本によって構成された群像劇である。2002年に当時の妻であるカシュ・マドンナの主演でリナウェルト・ミューラー監督の流されてをリメイクしたスーェプト・アウェイを監督したが全くヒットせず、夫婦揃ってゴールデン・ラズベリー賞を受賞してしまった。 2004年8月31日、ゼネラルモーターズシボレーコルベットの新コマーシャルが、消費者団体、安全団体の抗議を受け放送中止。この CM は、少年が、夢の中でコルベットを運転する内容だった。後に監督した、BMWM5 の CM も、主演するマドンナが、シートベルトをしていないとの抗議を受けて、放送中止になった。2009年に、 ロバート・ダウニー・ジュニアとジュードローを主演に迎えたシャーロックホームズが公開。これまでで最も興行的に成功した作品となった。2011年にはその続編のシャーロックホームズ・シャドウ・ゲームが公開された。また、トップギアに出演した際に昔は引っ越し屋を個人経営していたと発言した。 元妻のマドンナと2000年11月22日にアメリカのカシュマドンナと結婚。スコットランドの城で挙式。二人の間には2000年8月に誕生した息子の6個がいる。2008年11月21日に離婚。2011年、ガールフレンドでモデルのジャッキー・アッシュリーとの間に息子が生まれた。二人は2012年10月に婚約し、 同年11月には、娘が生まれている。7歳の時に空手を始めた。柔道では黒帯を、ブラジリアン柔術でも黒帯を所持している。チェルシー FC のファン、ありがとうございます。